はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、以前から結構質問をいただくことが多かったんですけど、私のこのヘアセットの仕方について紹介していきたいと思います。今日はこんな感じで、今もこれ完成なんですけれども、ウェーブ風の巻き髪ですね。ウェーブにしてるんですけど、このふわふわな感じのやり方を紹介していきます。前にインスタで写真を上げた時に結構質問が多かったので、ちょっとお待たせしてしまったんですけれども、このやり方をね、詳しく紹介しようかなと思いますので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、それでは早速やっていきたいと思います。今マジでもう朝起きてブラッシングしただけの状態です。ちょっと寝癖もあったりとか、あまりにも癖がある方だったりとかは、最初にちょっとストレートのアイロンで熱を通してからやると、より綺麗に仕上がったり持ちが良くなったりすると思うので、そういったようなのもおすすめなんですけど、私はもうこのままやっちゃいます。今回髪の毛を3段階ぐらいに分けようかなっていう風に思っているので、まずまあ耳上ら辺を取って、ここはなんかもう全然何でもいいんですけど、シュシュだったりクリップとかでまとめておきます。まずこの一番下の髪の毛からやっていきます。使うのはもう本当にストレートアイロン1本だけです。よく質問いただくんですけど、ワイスタイラーっていうやつ、だいぶ昔からずっとこれ使ってるのであんまり覚えてないんだけど、ワイスタイラーってやつで、温度は170度でやっていきます。あんまり高すぎてもダメージいっちゃうし、あんまり温度が低すぎると跡がつきにくいと思うので、180か170ぐらいがいいかなっていう気がします。じゃあまずどのぐらいって言ったらいいんだろう、このぐらいどのぐらいだろう、ちょっと太めのボールペンぐらいかな、取って。で、私今回やっていきたいのがちょっと海外風の感じなので、今回は毛先はちょっと外してあえてやっていきます。そうすると毛先ちょっとストレートっぽくなるので、それが嫌な方は最初に毛先だけ外羽とかにしたりっていうのでもありだと思います。ちょっと軽く熱を与えて、でも本当にあとは簡単で、上から挟んだらもうキュッ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 っていう感じ。もう本当にこんだけ本当にこんだけさっさっさ。で、この加減もマジで人それぞれ好みだと思うので、まあ一番肝心なのは表面の部分だと思うから、ここはもう練習みたいな感じで、今日はどのぐらいの跡つけようかなみたいな風に考えながらやっていっても全然大丈夫だと思います。とりあえずウェーブがかかってれば大丈夫なので、ここは本当に割と適当にやっちゃう。今日私そのちょっと太めのボールペンぐらい取ってますけど、この太さで結構ボリューム感というか変わってくると思うので、ちょっと緩めのウェーブがいいなっていう方はやや多めに髪の毛を取ってあげてやるといいと思う。で、あとこの返す回数をちょっと少なくする感じやるとより緩くなって、この取る毛束を少なくして、この返す回数も増やしていくと、どんどん細かい感じになっていくので、ここは好みでいいと思います。で、今一番下できたので、そしたら表面の毛を取ってこう縛っておきます。本当にもうこんだけ、これを永遠と繰り返していくだけなので、めちゃくちゃ簡単なんですよね。で、この髪の毛はね、コツとかもあんまりないんですよね。なんかコツあったら言いたいんですけど、コツとかもあんまりないから言いようがないんですが、本当にもう感覚と回数を重ねるぐらいかな。てか今日私生理が来たんですよ、からちょっとちょっとお腹痛い。もう生理痛ってなんかその月によって全然変わってきますよね。私割と生理痛重い方なんですけど、重いけど全然軽い時もあれば、もう本当に動けないっていうぐらい寝込んじゃうぐらいやばい時もあって、あの違いって何なんだろう、気まぐれなんかな。でも私本当はね、10日前ぐらいに来る予定だったんですよ。ルナルナをつけてるんですけど、当日の後も全然来なくて、まあ、また今回も遅れるパターンかと思ってたんですね。ルナルナをつけてるから、あなたの次回の予定日は何日ですみたいな感じであるじゃないですか。約その1週間前ぐらいになると、あ、もうすぐ生理だって勝手に思い始めちゃうんですよ、脳が。そうで、なんか食欲がやばいのをそのせいにするんですねそう、あ、1週間前だから食欲やばいんだ、いいや別に食べちゃおうみたいな感じで食べるじゃないですか。でも今回みたいに生理が遅れると、もう私はその予定日の1週間前ぐらいからそうだと思って食べちゃうんですよ、どんどんと。でもあれ、来ない来ない来ないってなって、結局なんか今回も10日ぐらい遅れてるから、2週間以上ずっとその生理前だっていう状態が勝手に続くから、その間生理終わったらダイエットしようと思って食べるからめちゃくちゃ太るっていう。でもぴったりね、合う時もあるんですよね。けど今回みたいに遅れられるとちょっと困る困るよ、いつもよりも食べちゃうよっていう。なんなんだろうね、錯覚で。やっぱなんか実際別にそんなに食欲旺盛じゃない時も1週間前だからっていうので旺盛になるのかな、勝手に。
はい、ということで今もそんなこんな知る間に10分経たずにこの2段ぐらいが終わりまして、で最後ちょっと表面はね一番見える部分なのでちょっと丁寧にやっていこうかなと思うんですけれども、私今前髪がこうね長いんですよ。これも好みなんですけど、前髪も一緒にウェーブにしちゃうっていうのも可愛いんですけど、私はちょっとこうすると全体的にボワって感じになっちゃって、なんかあんまメリハリがつかないなって感じるので、私の場合は前髪レイヤー入れてるんですけど、私短いところをここは本当にちょっと大丈夫だと思う、残しておきます。ちょっとこれもしまっておこうこのゴムの太さに対してのこの髪の毛の少なさやばい謎な感じになってますけど、で表面たちをまた同じようにウェーブをつけていくんですけど、下の2段は私パーンって何も考えずにやっていったんですけど、表面だけはちょっと、あ、ここでちょっとコツというかポイントかな、本当に小ポイントぐらいなんですけど、1回目というか1束目は同じようにウェーブつけていきます。顔周りは結構ね重要になるので、あ、で今私こうレイヤーを入れているので、顔周りはちょっと短くなってるから、顔周りは割と毛先までしっかりやっていった方が綺麗に見えるかな。ここら辺は毛先までちゃんとやります。この次の列を取りまして、今私アイロン入れてこっちに折って、こっちに折って、こっちに折って、一発目ダマーな感じでやったんですね。二回目も同じ感じでやると、全体的なシルエットがこうなっちゃうんですよ。同じウェーブの仕方になっちゃって、シルエット的にあんまり私は好きじゃないなって思うので、今度二つ目の束は逆にこっちから反る方からやっていきたいと思います。ここはちょっとね、ポイントとしてあるかな。そうするとこういってるのに対して外側はこういってる、だからちょうどこう山と谷が分かれる感じになるので、私は互い違いにやっていった方が可愛いと思うので、こうやってやります。ちょっと髪の毛を引っ張りつつやっていくといいと思う。滑らせながら引っ張りながらやる感じ。しっかりと後つけようと思って一回止まってしまった方が逆に仕上がりがちょっとカクっていう感じのウェーブになっちゃうかもしれないので、恐れずに流れる感じで行った方が綺麗にできる気がします。ちょっとあれだなと思ったらまたもう一回やり直せばいいので、こっち側も同様にやっていきます。最近私ね結構ストレートヘアがやっぱ楽でやっちゃうんですよ。よくストレートヘアやるっていうか、今日寝癖少ないなっていう時はもうオイルみたいなのつけて折らせることが多いんですけど、あとは帽子かぶったりとか、私帽子大好きだからすぐかぶっちゃうんで別に髪の毛いっかっていう日が多いんですけど、今日は久しぶりに友達とランチに行くので、ほんと最近友達に会ってなさすぎて久しぶりの出かけみたいな感じなので、気合を入れて髪の毛もやろうかなと思ってやっております。はい、ということで OK かな、全体的にウェーブがつけ終わりました。そしたらいよいよ前髪なんですよ。百発百中うまくいくっていうわけじゃないからうまくできるか不安なんですけれども、頑張ります。前髪はウェーブじゃなくってちょっとこうふわっとしてさっと流れていくような感じで作りたいんですよ。だからとりあえず熱を通しといてこっちから行こうか。自分と利き手じゃない方の髪の毛は上から挟む感じかな、上から挟んで外にやる感じ、斜め上から挟んでサッて流す感じで、熱が冷める前にキープキープキープ、そうするとこんな感じになるので、でこれだと根元がちょっとぺっちゃんって感じだから、ここを少し取ってキュッと立ち上げる感じでやります。むずいんですよね、ここが。問題はね、こっち側なんですよね。自分の利き手があって本当に難しくて、さっきこうやっぱ上からこうやってやっていったので、こうやっていくんですけど、こっち側って上からやるとこうなるんですよ。すっごい難しくて。だからいつもこう下から挟んで、こうやってやるんですけど、ちょっと具合が変わっちゃうんですよね。後つけながら頑張りますあんまりやりすぎてもね、これまた変なことになるんですよね。はい、ということで右側もなんとかできました。完成いたしました。じゃじゃん。
どうですかね、慣れればマジで数分でできると思う。このままでも可愛いんですけど、私ちょっと束感というかウェーブの質感を目立たせたいので、ここからオイルをつけていきます。プロミルオイルですね、安定に。これが私は一番好きでした。香りもすごいいい香りだし、もちも結構いい気がする。もちっていうのはそのウェット感というか、割と長くずっと出てくれるので、これを毛先の方から徐々につけていきます。で、前髪も少しつけるかな。あんまり根元とかにつけすぎるとオイリーな感じの印象になっちゃうので、毛先を中心につけていく感じ。私今アウターカラーっていうか上の表面の毛を金髪にしてるんですけど、ハイライトだったりとかメッシュが入ってる方とかはやっぱりヘアオイルをつけてあげることで束感が出て、よりこの色の違いがはっきりとして見えるので、割とどのヘアセットでも私は使うかな。私は今回髪の毛を下ろすんですけど、縛ったりとかしても可愛いので、これをベースに色々とアレンジとかもできる髪の毛の巻き方なので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、ということでこんな感じで完成いたしました。最近よくやるウェーブのやり方はこんな感じです。こんな感じです。やっぱりこのカラーだとこういったウェーブ巻きとかがすごい可愛くて映えるので、最近は割とこの巻き方でやってるかな。で、結構ね、最近高校卒業しましたとかで、ひなたんと同じカラーにしたいんですけど何色ですか、なんて言えば伝わりますかっていう風に言ってもらえることが多いんですけど、これ何色なんだろうなんかまあアウターカラーとか言ったら伝わるのかな。それで伝わらなかったら本当に表面の部分だけ少しだけ金にしたくてっていう感じで言ってくれれば伝わると思う。本当に量はマジで少しだけです。私も実際この辺ここぐらいまでしか金にしてないので、何もやってない時もちょっと中の暗い髪が見えるくらいの感じでって言ったら伝わるかな。かまあ私の写真を見せてもらうか、一番確実なのは私がいつもやってもらっているログさん、都内に来れるっていう方だったらログの担当してくださってるのは美里さんという方なんですけど、篠田と同じにしてくださいってお願いすればできると思います。だからぜひお揃いにしたいっていう方はこんな感じで伝えてみてください。はい、ということで今回はこんな感じで私の最近やっているウェーブ巻きの仕方を紹介してみました。マジで使うのアイロン1本だけで、慣れちゃえばマジで簡単にできる単純なヘアセットの仕方なので、ぜひぜひ皆さん挑戦してみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。